読売新聞中西と申します。はい、2点ありまして、まず1点目が先ほどの発表の件で、このシステム自体は市教委独自で開発されたシステムなのか、も外部のものを使うのか、もし外部であればどういう選定基準でこう外部の事業者が選ばれたのかというのを伺いたいのが1点です。どうですか、はい、これはすでに市場に出回っているソフトを導入いたしまして、クラウドで契約をいたしております。すみません、2点目がちょっと聞き取りにくかったんですが、市場に出回っているソフトというと、いくつか業者があってその中から選んだというのであれば、どういう形でその業者にしたのかというと、この度の調達につきましては総合評価方式を導入いたしまして、価格点を300点、それから技術点を700点の1000点満点で調達に入りました。で、仕様書に基づいて業者から提案をいただいて、技術点で700点の計算をしまして、価格点を300点に落としまして、その中で一番得点の高い業者を落札業者としてしました。なお仕様書の作成につきましては、私ども事務屋ではございませんでして、教育委員会の指導主事、現場教頭や教務主任の経験の指導主事から仕様書の方の作成、学校のとって、大阪市の学校にとってふさわしいような仕様を書いていただきまして、それにマッチするような形で業者決定をしたところでございます。ありがとうございます。あともう1点が、はい、10月30日に市会の幹事長会議の方に副市長の人事案件の報告をされたと取材状を聞いているんですけど、はいはい、可能であれば、その人選理由と、内部から登用した理由というのについてお聞かせいただけますか。これは幹事会はまだクローズの話なんですか。もういいんでしたっけ。人事案件はオープンにしてもいいんですか。まあ、議会提案なんで一応まあ内示ということですね。で、正式には運営委員会でお諮りするというようなことになる、うん、そうするとまだちょっと形式的にはちょっとクローズということで申し訳ないです。人事のことなので、はいはい。既存のソフトであるんですけども、グループウェアで掲示板だって、まあ、いろんなことをいろいろ工夫して現場で工夫してますんでね、相当教育委員会の事務局は自信持ってますので、もし興味があれば僕もここに、こういうパンフレットをもらって、これで学校説明しに行くんでしたっけね、はい、通知表の機能とか指導要領の機能とか、まあ、調査書機能、まあ、これも僕知事時代の時に教員の方からなんで指導要領を手書きでやらなきゃいけないんだって訴えを聞きましてね、ですぐに府教委 の中西教育長にこれこんな訴え来てるけどなんでパソコン使ったらダメなのって言ったら理由なかったんですね、で各校長先生の方がですね、やっぱり内申書というか調査書はですね、魂を込めなきゃいけないから手書きじゃないといけないんだとかですね、指導要領でしたっけ、なんかそういうことを言ってる学校もいろいろあったらしいんですけど、教員が5万人も何万人もいてね、今時その何か書類作るときに、全部手書きでやらなきゃいけないなんてそんなバカな話じゃないわけで、そういうときに5万人も何万人もいるのにそういうことすら動かない現場っていうのがね、ちょっと信じられなかったんですけどね、誰かが声を上げてね、校長から教育委員会事務局に上がってきてそれ変えましょうよってなるのが普通なのに、結局知事が一声かけないと変わらない。またもっと言えばね、一声かけるだけで変わっちゃうわけなんですね。指導要領とかそんなの手書きなんてどういう意味があるんですかと、なんでパソコンじゃダメなんですかって言ったら、もうみんな教育委員会の幹部誰も答えられなくてですね、それだったら手書きでやりたい人は手書きでやってもらえばいいけども、パソコンでやりたい人はパソコンでやらせたらいいじゃないですかって言ったら、じゃあそうしますって言って変わってしまって、ちょっと教育現場っていうのが何て言うんですかね、そういう改善をしていく現場をこう変えていくってことに閉鎖的というのか、そういうエネルギーが働かない現場っていうのか、そういうのがちょっと非常に気になるんですけども、まあ、これから公募校長なんかでどんどん外部の人も入ってきたりとか、こういう ICT 環境を整えてですね、学校現場いろいろ大変なところあるでしょうから、非常に効率のいい、まあ、現場に改善していきたいですね。朝日新聞の染田屋です、はい、消費税の地方税化について2点伺いたいんですが、
これは姿勢またあの質問でよろしいんですよね。どっちでもいいですけど、まあ、市長として出してるので、まあ、できたら、次の2部に回してもらった方がありがたいんですけどもね。その方が僕も目いっぱい喋れるんで、はい、いいですか、はい、共同通信の高坂と申します、はい、原子力規制委員会が明日、関西電力大飯原発の破砕帯と呼ばれる活断層の、現地調査団を派遣するんですけれども、今回のような事態についてこれまでの国の姿勢だとか政策についてどのように考えていらっしゃいますか。もうすでに動いている原発に対して、後からこんなふうに現地調査するようになったことについてお考えを。あれ破砕帯って思うんですかね、なんていうんですか、いいんですか、破砕帯でいいんでしたっけね。あれって活断層とはまた違うとかいう関西電力が中間報告みたいなものを出してるんじゃないですか。だから破砕帯の場所の取り違えはあったけれども、それは活断層とは違うとか、なんかそういう取りまとめを関西電力がしたというような、今日の朝刊で載ってたような気がするんですけどもね、はい、まはい、ええ、はい、活断層があると示唆する結果は得られていない。いずれにせよね、今の規制委員会、規制庁の組織の在り方が一番問題です、まあ、これも必要であればあの2部であのお答えしますけれども、今のね、原子力発電所原発政策の一番の問題は、これ2部でいいですか。いいですかね、はい、あの朝日新聞の加藤です、はい、今朝方ですね、市役所の周りに、南側と東側にかなり大きなバリケードが、はいはい、中之島図書館の方とかですね、今張られまして、で、震災がれきの受け入れに反対している人たちが、先月からですか、テントを張って、今、はいはいはい、南側にあることもあってですね、それへの対策ということで、これが設置されたそうなんですけれども、この間、がれきめぐってですね、市長ご自身も含めていろいろ説明をしていてもですね、やはりその受け入れに納得できない方も当然いらっしゃって、いわば実力を行使する格好であそこに、いるという、手段を取っていらっしゃるわけなんですけども、で今回、市側がそれで対抗でこういうふうに、バリゲードするというのも非常になんかこう対話がうまくいっていないというかですね、なんかそういう印象があって非常にあんまり少なくとも美しいものではないなと思うんですけれども、こういう事態に至ったことについて市長ご自身はですね、どういうふうに受け止めていらっしゃるかということをお聞きしたいんですが、まずバリケードはこれは光のルネサンスの準備作業です。ですからあそこにテントで今道路を占拠されている人たちいますけどもね、がれき問題で。でも今回バリケードといってもあれはこれから光のルネサンスであそこ全部その準備していかなきゃいけないので、その工事に入るため の, フェンスの設置であってね、今テントが設けられているところにはさすがにそこいきなりフェンスは設けることできませんから、むしろテントの皆さんに配慮した形でフェンスを設置したんですけどもね、本気でやろうと思えばテントの前とか全部そこにフェンス設置してですね、工事をしなきゃいけないんですけども、さすがにいきなりそれはまずいだろうということで、テントのところは除いて工事の準備作業に入っているところです。だからテント自体に何か実力行使をしようと思った形で の, フェンスの設置ではありません。話し合いがつかないというのはこれはもうしょうがないです。反対の人はもう何言っても反対なわけですから、もうあとは、ね、行政判断、政治判断ということでね、選挙で選ばれたそういう代表者の決定で、行政を動かしていくしかないんじゃないでしょうかね。万人に全て、合意を得るなんてことはもうこれはもう絶対に不可能ですから、行政としては、これからもがれき受け入れに際して手続きを進めるごとに、要所要所で
きちんと説明はしていきます。試験焼却の段階とか、そういう段階でこれは環境局や大阪府の担当部局の方が定めたその手順に従ってしっかりと説明は尽くしていきたいと思っています。わかりました。もう一点その関係で、場所はまあ市の土地ということでですね、今占拠されているわけで、かつて天王寺公園とかですね、長井公園とかで占拠してた人たちをですね、行政代執行をして撤去するような事態、もちろんケースが全然違いますけれども、かなりの騒動になったこともありましたけども、今の時点で今そこにいらっしゃる方に対してですね、そういうその強力な措置をですね、おそらく彼らは少なくとも試験焼却の時期まではですね、続けるというような意向のようなのでですね、ずっとその光のレンサスも含めていると思うんですけれども、そういうような措置を今検討されているということはあるんでしょうか。光のルネッサンスのイベントは大阪市民のためのものですからね。ですからあそこにテントを張られている人もルールは守ってもらわなきゃいけないですね。自分の意見を主張するやり方っていうのは今の表現の自由が保障された日本国においてはもう様々なそういう表現手段があるわけですから、社会のルールにのっとった表現手段で、きちっとやってもらいたいと思ってます。光のルネッサンスはこれやらなきゃいけません。税を投入して、多くの市民の皆さんが期待をしているイベントでもありますから、これはやらなきゃいけない。で、イベントをやるに際してもこちらもきちんとルールにのっとってやっていくわけですから、がれき受け入れ反対の人たちも、そういう状況も踏まえて、ルールにのっとった形で、自分たちの主張をやってもらいたいと思ってます。日本経済新聞の種田です。3点伺います。一つは関西広域連合の連合庁人事です。まもなく任期がですね、12月初旬に、連合庁の、任期が切れますけれども、現時点で市長は次期の連合庁についてどのようにお考えでしょうか。僕は立候補しません。ただその他の方については、やっぱり立候補者が出てからいろいろ意見も言うべきだと思ってますし、今この段階でやっぱり人事のことですから言うべきではないのかなというふうに思ってますが、僕自身は立候補はしません。移動連合庁の2年間のお仕事についての評価はどのようにお考えでしょうか。いや、非常に円滑に組織をまとめられて、議事進行なんかについても非常にうまく進められたというふうに思ってますけどもね、その辺は行政経験がやはり長いということが生きてきたんじゃないでしょうかね。移動連合庁についてはご本人が再選された場合でも、知事の任期がですね、残り8ヶ月ぐらいなので、その点を皆さんがどのようにお考えになっていらっしゃるのか気にされてましたけれども、市長は何かお考えですか。ふさわしい人であれば知事の任期というものはあんまり考える必要ないんじゃないでしょうかね。というのは広域連合の長と知事の任期はどのみち誰もぴったり合ってる人いないわけですから、誰が広域連合の長に就いたとしてもどこかでその知事の任期が途中で切れてしまいますのでね、あまりそこは考えなくてもいいことだというふうに思ってます。2番目は確認なんですけれども、先ほど、交付税の話でですね、地方交付税の廃止だとか、消費税の地方税化については第2部でお話しいただくということで結構ですけども、その前に今回の、交付税 の、 その遅れのへの対応ということでですね、当面はどうするのか、今おっしゃった2つの対策って私から見るとなんか中長期の対策としては分かるし、実際にやるのは時間かかると思うんですけれども、当面その、配分というか交付が遅れた場合にですね、例えば財政局ではですね、基金の繰り入れですかね、などの検討されているようなんですけれども、当面の対策って今それはもう事務方にお任せしているということなんですか。交付税 の、 この今遅れていることですが、これはですね、
まあ、2部でももし質問があれば受けますけれども、あの日本維新の会ではもう賛成の表明をするということで、松野代表があの代表質問の時にもそれは表明をするということになっています。ですから特例公債法案は、まあ、これは成立させるというのが日本維新の会の、まあ、考え方ですけれども、僕はあの地方にね、交付税を遅れれば遅れたらいいと思うんですよ。だから行革やりますよ、地方の方も。むしろその方が行革進むんじゃないですかね。だから遅れたら遅れたで各自治体がみんな知恵絞って、なんとか段取りつければいいんじゃないでしょうかね。だからあんまり地方交付税が遅れるから特例公債法案絶対通さなきゃいけないとかね、そういう主張っていうのはちょっと民間企業でも何て言うんですかね、あまり通らないというか、あのお金がない状態なんていうのは民間企業でもどこでもあるわけですから、そうなれば何とでも業格やって自分たちでしのいでいけばいいだけの話ですからね。ちょっと知事会とかが交付税が遅れるから、この特例公債法案反対なんておかしいみたいな、まあ、要は交付税を遅らせることを一つ何て言うんですか、地方に対する脅しみたいな形になってですね、地方サイドの方から特例公債法案賛成せよというような圧力を、まあ、地方サイドからかけるようなことをもしかすると政権は期待しているのかも分かりませんが、まあ、あの交付税が遅れたんだったら遅れたで何とかしたらいいわけですよ。ただそういう理由とは全然違うところでね、あの日本維新の会としては特例公債法案、まあ、賛成の方に今回は回る。これはあの予算案であの対案をきちんと示していませんから、特例公債法案を反対した場合にじゃあどうするんですかということをしっかりあの我々、時間がなかったもんですから、あの新党結成してからですね、だからその対案がないので、まあ、今回反対という無責任なことはできないというだけであって、国民生活に、ね、影響あるとかなんとかって言いますけどもね、まあそれはねある意味あの自治体改革の僕はあのきっかけというか、外圧もう一番あの有効な外圧になると思うんですけどね。で当面どうするかっていうのはですから、もう財政当局にもう考えてもらうとしか言いようがありません。で金がなくなったっていうんだったら行革かなんかで、また何とかします。3番目はですね、報告を受けていらっしゃるのかどうかは私は分からないんですが、大阪市、神戸市、それから不当会社ですね、大阪港、はい、神戸港不当会社が4社で合わせてですね、はい、先月初めから、滋賀県に阪神港のコンテナを、まあ、出し入れするようなデポを作られてですね、インランドデポです、そうですね、はいはい、まだ荷物はあんまり集まってないようなんですけども、その報告を受けてらっしゃるのかどうかで、それについてどういうふうにお考えなのか。あれは阪神港、まあ、物流拠点戦略として僕は知事時代にインランドデポの話を、まあ、担当部局とこう詰めていったところもあるんですが、まあ、ちょっと日本海サイドの方とかそういうところから一回集荷してですね、また阪神港の方に持ってくるなんていうそういう戦略で、インランドデポを進めていったところもあるんです。でただもう今大阪市長になりましたのでね、これはもう松井知事マターということにしていますから、もう阪神港やまあちょっとそこの大阪という区域を超えた形で滋賀県のインランドデポの話はもう松井知事またということで、僕自身はもう報告も受けていませんし、まあそういうところまで何でもかんでもやっぱり首を突っ込んでいってしまうとですね、僕の目指す国と地方の役割分担論、まあ、これは地方間でも広域行政と基礎自治体の役割分担論というものをこうやってますから、そこに相反することになってしまいますんでね、やっぱり僕はもう基礎自治体、まあ、大阪市の役割分担の中で、まあ、全力を尽くすということをやりたいので、まあ、この広域行政の部分についてはもう松井知事に任せているところです。まあ、昔だったら大阪市っていうところも入っていったんでしょうけども、もうそういうところにはあえて入らない。空港問題とか阪神港の港の問題だったり、まあ、ちょっと大阪港があるから僕が介入し入らなきゃいけないところもあるんでしょうけど、まあ、高速道路だったり関西国際空港の問題だったり、まあ、広域行政の問題はこれはもう松井知事にやってもらうっていうのが僕の今の方針です。デポ自体はさっき申しましたように大阪市、神戸市、それから大阪港不当会社が、まあ、主体となってやってるんですが、まあ、テーマがそういうことだからということで、よろしいわけですね。もう、全体はもともとデポの話も知事時代にこう組み立てたところもありますので、もう大阪府庁の方もしっかり分かってると思いますんでね。ありがとうございました、はい。